ジパラナ FC は、ブラジル・ロンドニア州ジパラナを本拠地とするサッカークラブである。カンピオナート・ロンドニエンセにおいて、1991年に同大会がプロ化されて、以降は最多の9回の優勝記録を持つ。1991年4月22日に創設された。1991年8月18日。 ピメンタブエノで開催されたカンピオナートロンドニエンセの試合にて最初の公式戦を EC オペラリオと行う。同年9月18日、セレジェイラスで開催された EC コロラドとの試合でクラブ初勝利を収める。同年12月15日、カンピオナートロンドニエンセ決勝でフェロビアリオを破り最初のタイトルを獲得した。ジパラナの板丸が大会得点王だった。 1992年、カンピオナートブラジレーロセリエ C に初参加した。ジパラナは、第一ステージにおいて、グループ再開で敗退した。同年にはコパドブラジルにも初参加し、第一ステージで、グレミオに敗れた。1995年、再びセリエ C に参加し、準々決勝で、アトレチコゴイアニエンセに敗れた。1996年は、 セリエ C 第3ステージに進み、そこでアマゾナス州のナショナルに敗れた。1997年はセリエ C の第4ステージにおいてジュベントスに敗れた。1999年、2002年、2004年、2005年にもセリエ C に参加し、すべて第1ステージで敗退した。2000年、コパド・ブラジルの第2ステージに進出した。これは ジパラナにとって同大会における最高成績である。この年はバイヤに敗れた。2007年カンピオナートロンドニエンセで最下位に終わり2部へと降格した。2009年のカンピオナートロンドニエンセ2部決勝にてジパラナは元クルーベとの第一試合に勝利したが選手たちが報酬支払いをめぐってクラブと対立し、 第2試合が行えなかった。地元のスポーツ裁判所の判断により元クルーベがこの年の2部チャンピオンとされ、ジパラナは、昇格を見送られ、1年間の出場停止処分を受けた。ホームの試合は、通常5000人収容のエスタジオムに引っ張る、ジョゼジアブレウビアンコで行われる。ありがとうございます。